こんにちは youtube のボです今回は PlayStation5 の新情報をお伝えします PlayStation5 を予約するための特設ページが楽天ブックスとヨドバシドットコムに登場しましたこちらは今すぐ予約ができるというものではなくて楽天ブックスでは PlayStation5 の発売が決まったらメールでお知らせしてくれる というサービスです。まあ、発売予約を、いつになったらスタートしますよっていうのを教えてくれるサービスですね。これは楽しみですね。もうすぐ発売日や値段が分かるというカウントダウンが近づいてきたということですから。世界で見ると、イギリス、アメリカ、フランスの Amazon さんには特設ページが開設されたようですね。 なお日本のアマゾンさんでは私が今調べている7月17日早朝の段階ではまだ登場してない模様です。もう一つグッドニュースがあります。大手ゲームメディアの報道なんですがソニープレイステーション5の生産台数を年内に1000万台に増やす予定とありました。 ソニーはもともと2021年3月までに500万台から600万台の生産数を目指していたそうです。ただ、この昨今の状況、ステイホーム、お家で過ごしましょうという流れの中で、全世界でゲームの需要が増加しているため、生産数を上積みするということを決めたようです。ただ、この1000万台なんですが、 この1000万台全ての本体が2020年内に店頭に,店頭に並ぶというわけではなくて物流の流れによっては一部 2021, 2021年にずれ込む可能性はあるようですですがシンプルに考えて供給数が増えれば購入できるチャンスっていうのは増えてきますのでこれはいいニュースだとして評価したいと思いますあと、 発売日に関してなんですが過去のデータを見てもう本当に私個人の独断と偏見で予想してみたんですがまず PlayStation4 は2013年11月15日にアメリカとカナダで先行販売しました日本では3ヶ月後の2014年2月22日より 発売されてます過去のプレイステーションシリーズでの日本での発売はすべて対案の土曜日です。対案を気にするのであれば今年は11月6日金曜日11月12日木曜日続きましてここで。 対案を意識するんじゃなくて土曜日を意識するんであれば11月7日の土曜日11月14日の土曜日となりますしたがって私の予想は11月6日7日11月12日11月14日この4日間のどれかになりますねまあ当たるもはっけ 当たらんの明けっていうところかもしれませんが、まあ、少しずつ楽しみなプレイステーション5の全貌,が全貌が明らかになってきてワクワクします今後もしっかりチェックして、えー、動画上げていきたいと思いますでは今回はこれで失礼しますご視聴ありがとうございました